5センチぐらいの厚みの大根の皮を剥いていきます。面取りをしていきます。角を削ぐように削っていってください。片面に十文字の切り込みを入れます。お鍋に大根を入れてかぶる程度のお水を入れたら大さじ1のお米を加えます。沸騰したら弱火にして15分ほど煮込みます。15分煮込んだら大根をお水にあげます。昆布と洗った大根を鍋に入れます。大根にかぶるぐらいのお水を入れます。大根が柔らかくなるまで煮込んでいきます。竹串が刺さるぐらい柔らかくなったら火を止めます。小鍋に鶏ひき肉 100g、生姜のすりおろし小さじ1、味噌大さじ1、お酒小さじ2、よく混ぜておきます。材料を混ぜたら火にかけて煎っていきます。全体に火が通ったらお水 100ml に片栗粉小さじ1の水溶き片栗粉を加えて混ぜていきます。とろみがついたら火を止めます。器に盛り付けたら出来上がりです。風呂吹き大根鶏そぼろをいただきます。お気に入りの器です。陶芸教室で私が作りました。たたら作りといって、板状にしたものを型にはめて器の形にします。
黒い土で作って白い釉薬をハケで塗り柄にしました。とても気に入っていてよく使っています。皮を剥いていきます。難しい。どうしよう、ちょっと待って、ごめん、なんて言ったの。大根に大根、うん、ほら、果てしなく投資。すごい日々だ。素晴らしい。はい、今日は九十九里浜ですね。ここ サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。また遊びに来てくださいね。